藤富士富証券株式会社は、東京都中央区に本社を置く、小林博之グループの金融商品取引業者、商品先物取引業者である。主に、東京金融取引所に上場している、公的な取引所 FX を取り扱っている、会社である。その他、商品先物取引の仲介や、保険の販売、不動産の賃貸、販売などを行っている。 1952年11月11日、有力丼屋がの木を並べる北海道小樽市栄町32番地で、新道富夫が、丸一豆腐商店を創業、小樽商品取引所に加入する。社名の由来は、屋号が1であったことと、創業者の新道富夫の2文字を取って、丸一豆腐商店と命名された。創業時の資本金は100万円。業務内容は、雑穀。 デンプンの中介料、魚カス、魚油、海藻類の販売それらに付随する一切の業務とシンプルなものであった。また創業者、新道富夫は、おったる商品取引所の新規会員として参入し、大手による小豆の買い占め線などもあって、市場は活況を呈した。1961年には、資本金を300万円に増強し、 小樽商品取引所で有力会員の地位を固めた。また、同年小樽商品取引所は、札幌に移転し、北海道穀物商品取引所に解消、所在地を北海道札幌市大通西5丁目3番地に移したため、翌1962年、取引所からほど近い、札幌市北一条西7丁目3番地に移転した。1963年には、 函館営業所を開設する。翌1964年に旭川支店を開設し、称号を株式会社丸一富士富に変更した。1966年釧路営業所を開設し、営業網は札幌本社のほか、函館、朝旭川、釧路と北海道を網羅するものとなった。 北海道穀物取引所の出来高は1961年から1970年までの10年間、うなぎ登りで増えていった。売買の中心であった小豆と大手棒豆の合計出来高が年間100万枚を突破し、1969年には薬定金額が合計5000億円を突破し、北海道穀物取引所の一つのピークを迎えた。 1968年商品取引処方は抜本的に改正され、それまでの商品仲買人は商品取引員に解消されるとともに登録制から許可制に移行したことを受け、称号を株式会社富士富に改めた。1971年商品取引員の許可を受けたが経営の実態は厳しさを増していた。そんな折、資本構成が急変する。 1979年福岡に本社を構える、双葉商事の吉田信明が株式を全額取得し、株式会社、富士富は双葉商事の参加に入った。双葉商事は、同社で営業本部長であった稲富常事、高松支店長であった小川雄一を送り込み経営陣を一新する。その後、1984年に稲富常事が、 吉田信明から全株式を譲り受けオーナーとなった。稲富は、社長就任と同時に、東京都新宿区西新宿八丁目5番4号に、東京支店を開設し、念願の東京進出を果たした。また、翌年東京国物商品取引所、東京佐藤取引所、関門商品取引所と続けざまに、商品取引員の看板を入手し積極的な事業展開を図り、 経営の中心を東京へと移していったが、社長就任から2年も至らず病のため、この世を去る。去年55歳であった。稲富常次なき後後継者問題に直面したが、小林博之による M&A が実施され、現在の経営基盤が固められた。1993年には本社を東京に移し、称号を株式会社富士富に変更した。遠隔。 富士富証券株式会社2020年9月17日閲覧ありがとうございます。